本日もお疲れ様です。さあそれでは今日も元気にナスバナルコのおしゃべりワンミニッツ。こんばんは、ナルコです。いや昨日ね、まあ、餃子のそのがうまく作れなかったっていう話を、まあでもあれは、まあ、純粋にその材料が間違えてたっていうだけの話だとは思うんですけれども、まあなんだほら、でも料理は嫌いじゃないけれども、誰かのために作ってあげる料理と自分のために作る料理とではやっぱり最近ね、気合の入り方がね違いますから、まあ、っていうのは言い訳ですけれども、まあ、料理に関する嫌な思い出ってのはあるもので、昔それこそ一人暮らし始めたばっかりの頃にハンバーグをね作って大学に持ってったんです。で一緒に食べたのがドイツ語のドイツ人の男性の先生だったんですけど、一口あげたらですね、もうほらすごいはっきりと、うん美味しくないですねって言われて、すごいショックだったんです。もうだから何なのよって言ったら、次の日作ってきてくれて、それがすごい美味しかった。